ちもちのストレッチボール切ります。新食感フロスティーストレッチボール、こちらの成分が TPR とマルトース。この外側のパッケージももちもちしてる、だ中だけじゃない気がするんだよな。気になるのが1個ね、プラスチックみたいのが入っちゃってるんです。ここにこれなんだろう。リクエストにお答えして、えい切ったぞ。あーもう元には戻れない。わあ、え、めっちゃ透明だ、すごい。わわわわあすごい。あ、でもやっぱりこの外側ももちもちだ、中身だけじゃない、ここだけでも十分。おスライムではない、ベタベタですめっちゃベタベタ、なんかボンドとかになるんじゃないのっていうぐらい、うん、硬いやつきた。あ、もうここだけでもね全然スクイーズとしていけますね。わあすごい弾力ある。水飴の中とかに多く含まれている成分だったはずです。まあもうこうするしかないよね使い道がわからないのでもう水飴にしちゃいます。まあ絶対切らない方がいい切ってどうすんの